はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日はね、買い物に来ましたよ。ここに来るって言っててカメラを変えたんでね、こういうリストが今日あるんで、こいつを買いに行きます。おっさんの買い物。あー、めんどくさ。いや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 、今日はね、大根、オクラ、かぼちゃ、コリアンキャベツ、豆腐、納豆、紫の海苔、ちくわです。さあ、カートでね、買い物に行きます。買い物行きますよ。入れるな。買えば大丈夫か。持たない方がいいな。置かない方がいいな。さあ、大根か。大根。この買い物動画需要あんのかな。これにします。映ってるけど、これにしますわ。オクラ、そうね、いっぱい売ってるね。アジアマーケットだからね。あった、オクラ。オクラ何買おうかな。これでいっか。かぼちゃ、かぼちゃです。これコリアンキャベツ、これね、でかいんだよね。ちっちゃいやつ。あ、まああるか。あ、でもいっか。あ、これいいね。2ドル45、これにします。あとは豆腐、納豆、豆腐、レンコン、今日安いな。うん、安い。これ300円する。いや、しいたけはまあまあね。豆腐いっぱい売ってんだよ、日本のもの。ミディアム、これか。これ2つ。あとは納豆だって。アジアンマーケットは皆さん初めて見るでしょうね。カメラは今まで持ってきたことなかったからね。豆腐もいっぱい売ってますよ、ほら。バンバンバンバーン。あ、納豆ね。納豆も高いんだよ。そこまで安くないんだけど、まあまずいやつ買いたくないから。そうだね、黒豆。いやー、黒豆食べないな。と、北海道、これどう。これ美味しいかな。これにしよっか。これ3つ。あとは紫の海苔。キムチとかも売ってますもん。大潜入。こっちじゃない。海苔を買わなきゃいけないんだけど、まあお菓子、
そうね。これいっぱい皆さんが知ってるお菓子も売ってますよ。クソ高いけどね。売ってるっちゃ売ってるんですけど、海苔を探しに行かないと。海苔どこだっけかな。ここじゃないの。あ、こっちか。海苔ここら辺だったような気がするんだけどな。売ってないな。マロニーも売ってないし、より別だったな。迷う。あ、ここかも。あ、じゃあここさっき来たの。ここじゃないわ。あ、これか。ここか。なんかね、怪しいのいっぱい売ってるんですよ。わかんないね。これも何が売ってるのかよくわからない。しかもこれ、ね、めちゃくちゃ匂いが強いんですよ。臭いのね。やっぱアジアン、まあでもいろんなものがね、国のものが買えるっていうんで、まあ助かりますよ。だってここがなかったらうちらアジアのもの買えないんだもん。やっぱないと困りますね、アジアンマーケットは。もう普通に探索動画でも、こんだけでかいアジアンマーケットがあればね、実はアメリカ住んでてもある程度の生活はねできますよ。いろいろあるもん。まあもちろん手に入んないものもそれはありますよ。だけどまあここじゃねえな。あ、海苔売ってんな。でもここおかず海苔だな。違う、俺が探してんのは味がついてない海苔。あれ、やべえ、分かんなくなってきた。ここだったと思ったんだけども、マロニーも今日は売ってないな。売ってても高いんだけどね。あれ、ここだった、違うな。海苔がない。まあいいや。あと何、ちくわ、ちくわか。オッケー。ほら、あとお酒とかも売ってますよ。ビールもね一応売ってるんですけど、まあ、高いよという感じですね。あとはちくわ、あった、ちくわを買ってくれと。これだ、2つで海苔というコンビネーションですね。海苔どこだろうな。見当たらない。これだったっけ。お茶とかもいっぱい売ってる。やべえ、覚えてないな。カメラでもマジさ、あれだわ、人に見られないから超楽。あ、ここだった、お菓子のとこだったわ。あったあった、これだ。あ、これね、紫の海苔って。よし、買った。よし、 OK、 レジ行きます。
語喋れない人だ。オッケー、無事にミッション終わらせて帰れます。これでカートはね、車のとこまで持ってっちゃいますね。日本だとありえないのかな。アメリカだともうこのまま持ってっちゃいます、カートを。いやー、このカメラ偉大だな。やっぱビデオカメラ持ってね行ったらめちゃくちゃバレますけど、これだったら余裕だもん。音うるせ。よし、着いたんで切ります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画、今日は100円日本食材店に買い物に行くでした。バイビー。